マッソロッチングの高根です。今夜も動画を見に来てくれてありがとうございます。今日はよくある質問について答えていきます。プロテインについてです。こちらは僕がいつも飲んでいるチョイスのケトプロテインとゴールデンホエイです。プロテインを飲んでつけた筋肉は偽物じゃないんですかというような質問ありますので、それについて答えていきます。僕が最初にプロテインを飲んだのは確か高校生ぐらいの時で、ちょうどウエットトレーニングを始めた時期だったと思います。なので今から18年ぐらい前の話で、当時は本当にねまずいプロテインしかありませんでした。僕も最初はすごくプロテイン飲んでね、体大丈夫なのかとか、いろんなことね不満に思ったり疑問に思ったりしてました。当時はねそんなにインターネットが盛んではなかったので、いちいちこう検索していろんな情報を見るというよりかは、友達からいろんなことを聞くことが多かったです。でその中で、まあ、僕も実際その当時聞いてたのが、まあ、プロテインでつけた筋肉は本物じゃないとか偽物だとか、なんか体が悪くなったりするとか、また男性機能が落ちるみたいなねことも聞かされてました。でも知識がないからそれが本当なのかどうなのかが全然わからない。まあ、そんな中いろんなプロテインを試していたのを覚えています。知識がついた今答えられることとすると、プロテインはただのタンパク質なんですね。だから肉とか魚とかを食べるのと同じことです。ですからもちろんプロテインを飲んでつけた筋肉は本物です。まあ、そもそも本物と偽物の境がよくわからないんですけれども、皆さんが不安に思ったりすることはないということです。まあ、タンパク質を英語にしただけなんですけどね、プロテインっていうのが。でもプロテインっていうカタカナになることですごくこう薬品みたいなこうイメージを持ってしまった人も多いと思います。プロテイン自体はいいものなのですが、もちろん摂りすぎるのはよくありません。プロテインは栄養補助食品です。まあ、食品の一部なんですね。食品を補助していくもの。肉や魚なんて食べ過ぎると良くないことは皆さんもすぐ分かると思います。それと同じです。僕の場合はこちらのケトプロテインを朝食として摂っています。この他に卵とアボカドとこちらのケトプロテインを摂っています。以前は朝食でこちらのゴールデンホエ抹茶を飲んでいたんですが、今は筋トレの後もしくは間食の時に飲むようにしてます。プロテインは運動しない人でも1日1回 20g から 30g 摂ってください。髪や肌や爪のツヤが良くなります。美容効果が高いので女性にもおすすめしています。もちろん積極的にトレーニングをしている人にもおすすめです。ボディビルダーの中には1日8回プロテインを飲みますという人もいますが、でもそれは彼らがボディビルダーだからそんだけたくさん飲んでるわけです。一般の人がそれを真似してしまうと良くないでしょう。その人の体重や目的、それからトレーニングによって飲み方を変えていく必要があります。それほど運動しない人なら1日1回、軽くトレーニングする人でもまあ1日2回ぐらいでしょう。もちろんもっともっとハードにやってボディビルダーになりたいんだという人はそれ以上飲むことも考えられます。プロテインを飲むタイミングは僕みたいに食事の時に飲む人もいれば、間食の時に飲む人もいるし、筋トレの後に飲む人もいます。筋トレの前、筋トレ中、筋トレの後、これは自分のトレーニング内容に合わせて変えていっても構いません。夜寝る前に飲むという人もいます。飲むタイミングは自分の目的や自分のタイミングに合わせて決めていってください。いろいろ試していくといいでしょう。安心してプロテインを飲んで健康的な体を作ってください。最後に、プロテインを飲んで運動しないと太りますかという質問も非常に多いです。プロテインはせいぜい100キロカロリーぐらいです。ですからプロテインを飲んだからといって太るということは考えにくいです。またプロテインを飲まなくなったからといって急激に筋肉が落ちたりすることも考えにくいです。同様にプロテインを飲んだからといって急激に筋肉がつくということも考えにくいです。あくまでプロテインは栄養補助食品、大事なのは自分のトレーニング内容です。プロテインやサプリメントについて質問がある方はこちらのマッスルウォッチングのコミュニティに入ってください。質疑応答します。自宅でトレーニングしたい人はこちらの10分間の再生リストを見てください。以上です。もちろん腹筋を割りたい人にもプロテインおすすめです。